週間駄菓子生活が終わりましたね。あー終わったね、お疲れ様。さあ次の1週間もう次用意してあるの。いやもうお前はたまたま俺と一緒にいたからセーフです。ああよかったー。恭平の時は何も言わないで指さしてっつって、まあ恭平のとこ。ああそうだね。その時ジャンケンで負けてた。ああ、今回は帰ってくるのが一番遅いやつ。ああじゃあこのままちょっと待ちましょう。ただいまー。おー最近よかったなお前。第一セーフ。ああねえねえ、またセーフな。おお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 おかわりおかわり。一週間企画のりさん逃げてー。イエーイ。ちょっと待って、何が遅いのよ。何してたの。何ドライブを。ドライブ、ドライブしてたんだ。最近ねなんかマイカー買ったからね。こちらを見てください。デデン、でかいな、ダンボール。すごい。さあ、わかりましたね。一週間マジックハンドだけ生活。バカや。こちらです。無理やって。食べれないじゃん、ダンボール。いけてる、いけてる、いけてる。あ、マジでいけてる。もういけてるもん。おー、素質はいけちゃったね。いいね。ちょ、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 あれ、そっか。あ、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 実感でできないならもう手伝ってもらうしかないよ。あ、あ、そっか、こういうのありなの。これはありだね。あ、違う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 。あ、じゃあ、これもう一回やって。これもう一回やって。めんどくさいやん。これ地獄だ。何してんねんお前。これ何してんの。何やってんだお前。これやばいわ。何してんねんお前。楽しそうなお前な。いやなんかちょっと無理だなこれ。うわー。おー、キヨ。あ、ほんとだ。キヨ、手支えろ、手支えろ。危ない危ない危ない。いや、いや、おお、いたよくやった。おー、16社が落ちるぞ、もう16社が。なんで16社を誇張するんだよ。やったみたいな感じ。阿久津だ、阿久津。ミスった、ミスった。こうで。朝起きたら、もうなんか普通にこれで飯食ってほしい。ノリ、うまくなってんだよ、ノリ。プロになあら、あ、出すのもそれ。タオルで素直な。ちっちゃい、ようこそ。コインを入れてね。なんか変なの言う。なんか変なの決まった。なんだこいつ。コインを入れてね。ありがとう。手元にあるコントローラーを使ってね。操作方法は簡単。おお、いって、痛いな。痛い。ああ、ああ。もう一回やってね。結構難しいやつ。暇なのよ。携帯を何も使えないよ。ちょっと見てください、これ。嬉しいですか。テレビ見てます。頑張ってますね。もう相棒ですか。まあそうだね、コタロウっていう名前つけました。おい、ゲームとかやってみるんじゃん。あー、ゲームね。ゲーム、これでトライしてみる。これでゲームはなかなかよ。片一歩しか使えないんだよ、これ。これ何これ、ターボを当てられる。え、なんか買った。なんも買ってないぞ。開けていいじゃん、これ。あ、いいよ。靴プレゼント的な。え、どれくれたんだろうな。手紙とかはないの。手紙はないけど、領収書なら入ってる。領収書。申し込み主は僕でした。おーな。結局、タブの名前使って買っただけです。いや、違う違う、普通に今来たんだけど、あまりにも靴買ってる時期だったから怒られそうだなと思ってターボを買ってます。
おい結局バレるやろ。じゃあちょっと紹介しましょうかね。ドラゴンビアードBGM ありがとうございます。インスタのチェックよろしくお願いします。普通にポテトチップつけ出してる。うわすげえ。多分どの1週間企画よりしんどいよこれ。あ、しんどいんだ。何がしんどいって、のりさんはあのスマホ依存症なので携帯触れないのがきつい。まあ、一応8時から9時まで動画の引用とかあるんで、そこだけは OK にして。なるほど。手って2本あるわけじゃん。そもそも片一歩がだけじゃ生活できないと思いまして、もう1個買ってきました。あら、あら、そうね、両頭使いいいかもしれないね。そう、二刀流いいと思うよ。ご用の際はお気軽にお声掛けください。本日のご来店誠にありがとうございます。何してんの。いや、服選んでる。シャツが欲しいんだよね。いや、シャツが欲しいんだよねじゃないのよ。なんかもう馴染みすぎちゃってさ、何の違和感ないんだよね。俺もともと手これだよ。ああ、これだった。もともとこれ。お食事タイム。いやー、しんどいのよ、お食事。自然体に扱えてるよね。やっぱ2個あることによって、こう抑えるやつとこう引っ張るやつがね。そうそうそう。出てくるね。そうそうそう。すごくオレンジの元うぜえな。お、お、お。あ、お。押さえろ押さえろ。おお、すげえ。おお、超真顔でやってる。うわ、いったー。おお。あり、あり。疲れてる。握力使うのめろね。ずっと集中してないといけないからしんどいかもね。おお、でもちゃんと食べれてるね。うわ、インスタで言うならね、いい食べでいきますよ。マジックハンドのある生活。誰が見んねん、そのタグ。なんか来た、なんか来たよ。え、何してん、何してん。ここなんか来た、なんか来た。あ、来た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 。これバランスヒューマニズム。笑って卵折れちゃった。人間と機械の融合ってことすげー。 え、なんでこっち使えばいいじゃないですか。今ね、1週間ハンドマジックハンド生活してる。うわー、汚い汚い。やっぱりおにぎりの方がいいね。柔らかいとダメなんだよ。これ初挑戦だったのよ。お、すげえすげえ。いった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 。肉食った。うわうわ。今日は何してんすか、マジックハンドで。まあね、麻婆豆腐食べたい。助けを必要せずにこうやって自分でやるっていうところはやっぱ持ってくれん。褒めようとしたところだお前今俺。来た。おお。さあ、おお。いいよ。いいよ。そう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 。無理でしょこんな。いや、いけるいける。プッチンプリンみたいな感じで。いや、そんな容量じゃないもんこれ。ほらほら、すげえ。すげえ。ほらでした。ほら、これはすごいわ。めっちゃプルプルしてる。あ、でもうまいわ。12時なりました。おお、終わった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 ねー。わなんか変わったことありました。握力が多分強くなった。スマホ依存症もちょっと治ったかもしれないし、ね、あ、確かにね。それでかかったでしょ。絶対1日2日目は大変そうだけど。ああ、もうなんか最終的にはなんかもう、うん、スマホ何みたいな。もう3日目以降はもうスマホここら辺にもう投げ捨てて、どこにあったかわからんみたいな。ぜか知りませんけど勝手に決まっちゃったんですけど。そうだよ。あの1週間企画やった人がもう次の1週間を決めれるって制度になっちゃったんで。ああ、そうなんだ。次の1週間企画を考えててください。よいしょー。あー、どれが考えるのか。ということでね、のりさん頑張ったなって思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いしまーす。手元にあるコントローラーを使ってね。ありがとう。Boys and girls, welcome to ST Studio 夏祭りツアー。
It's Showtime!